はい、皆さんこんばんは、ゆきゃみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクストの方行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。機体の方はね、今回ねちょっとこうミッションを自分の中で一つ設けてやっていこうかなと思ってます。アプサラスの方ね、撃破しようかなと考えてます。そしたら、今ねブーストキャンペーン中でして、この4機、ジムガードカスタム、ジムナイトシーカー2で、ガンダム EG8、グフカスタム、この対象4機にブーストがされてます。こちらの方の機体でアプサラスに攻撃をすると、まあ、いつもよりダメージを多く与えられるんでね、これを使って、まあ、アプサラスを撃破していきたいと思います。ああ、頑張っていきたいね。まあ、当然ね、やっぱりブーストキャンペーンってことで、やっぱりこの対象機体を使って、アプサラスを撃破狙いたいっていう人がいっぱいいるんでしょうね。さあ、どうなるかな。で、対象期間が確か11月7日から11月12日までだったかな。なんでね、まだ期間もありますし、まあ、ゆきゃみもプレミアムエンブレムの方はね、もうゲットしたんですけど、まだアプサラス撃破、追いついてない方とかもいると思うんで、ぜひね、こうしたキャンペーンの時を利用して、簡単にね、撃破できる、できるんでね、まあ、どんどんやっていきたいと思います。みんなもね、頑張って撃破してみてください。よーし、もっとね、なんか撃破したらもっといろいろ報酬がもらえるとかだったらよかったですね。そしたらみんな必死こいてアプサラス壊しに行くんだけど。ね、あとはね、アプサラス壊すと攻撃力がね、みんなチームのみんな攻撃力一人一人のね、アップするんでね、一時的に。それもあるんで、やっぱり撃破することで今ね、戦況が一気に覆ることもあるんでね。補足したけど、そのまま一気に D 奪っちゃおうか。よっ。あー届かなかった、マジミスった、ミスっちゃった。こうなるとどうしようかな。こうなるとね、下手に D いるよりは D はお任せして、僕は E に勝ったと思ってしまうのが多分いいんじゃないかなと思います。よし、とりあえずね E を素早く襲ってから、まあすぐね援護に行きたいですね。よし、待ってね、まだだ。よし、これであとは C を素早く奪えば、とりあえずね前線まで押し返せるだろう。でその間にアプサラスが来てくれれば、そこから一気に奪い返すこともできる。よし、行こう、その作戦で行こう。ほら、ナイス、入った。何、危ねえ、危ない危ない。やっぱりね、ランチャーの攻撃はね、必ずね、一発目、こうやって距離あるときに当てられたときは必ずガードできるんでね、なんとかそれで持っていくしかないね。おっと、味方がどうだ、あっちがやっぱり、さっさとこちらの陣地の、やっぱり拠点というかエリアを抑えてますね、A と B を。そう、このエールストライクにあんまり時間をかけられない。よし、OK。あんまりね、緊急回避で粘られると厄介でしたからね。よし、とりあえずね、このランチャーは私が倒そう。おっと、ガードをしっかり固める。よし、危ねえ。あと1発か2発当てておけばよろけさせられるな。よし、行こう、頑張ろう。よし、あれを一気最低でも潰しておきたいね。あー、これはまずい。あ、当てが外れた。そう、深追いしすぎたかな。ちょっとよろけさせられなかったのが、さっきのラスト一発ビーム回避されできなかったのがちょっと痛かったな。さて、ちょっとミスっちゃったね。困ったぞ。あのランチャーね、せっかく追い詰めたのに、こういう時緊急回避あるキャラクターなんかのね、一体使ってると楽なんですけどね。よし、とりあえず真上から襲いかかろう。ここだ。よし、オッケー。さあ大丈夫、まだいける、動きを止めさせる。よし、オッケー。
さっきよくもやってくれたな。今回はお前を撃破するからな。ここよし、オッケー。相打ちでもしっかり狙っていけば倒せる。アプサラスがね、肝心のアプサラスがやってきたんだけど、さあさっさとね、今のうちなんだ、今のうちなのに味方がいないっていうね。どうしようか、味方がいないぞ。怖い怖い。よし撃破。うそまさかあのタイミングで狙ってくるか。よしナイスナイス、この調子だ。とりあえず周りを排除しないことにはね、アプサラスを撃破にいけないんだよな。あ、まずい、敵がアプサラス攻撃してるな。妨害しないと、なんとかね集結してもらわないとね。集結してくれみんな。アプサラスぶっ壊せばチャンスは出てくる。当たれ。よし200通るね。よしよしよし、いいぞ。あー、まずい、アップね。ガードをとっさにしてよかった。くらえ。あよし、これで壊したろみんな。よしよしよし、ナイス。俺でコギルガップだぞ。よし、あのランチャー一瞬で潰せるぞ。行こう、あのランチャーを狙う。あの10番は大きい。よし、素早くね、素早く行きたい。危ない。危ない。よし、うまく壁を利用して、どうこうだこうだよし、楽勝じゃないか。やはり攻撃力アップ状態だからね、第三勢力壊すとやっぱここが大きい利点ですよね。さあみんなでね、押し切るぞ、みんな押し切るぞ。ガンガン攻めろみんな。どうしよう、なんか言いたいけど何も言えないわ。いいわ、よし行こう行こう、どんどんみんなでね、いいねだけ言っとこう。さあ次はどこ狙おうかな。ん、なんかいる。よし捕まえてやるぞ。この状態ならラストシュート使ってるんでね。よし、オッケー。あー、やっぱり回避しなかった。危ない。よし、いいぞ、攻撃力が高いからね、あっさり潰せる。やっぱバーストシュートやっぱ使いやすいな。ロックオンキャンセラーもいいけど、やっぱバーストシュートもね、すごい使い勝手いいんでね。お、なになに。あー、ちょっと待って、グッカスタムか。グッカスタムしておきたいんだけど。当たれ。よしよし、落としておこう。よし、素早くね、あのランチャーを潰して終わりにしようかな。よし、850あればいい。大事な場面はね、ここぞという時は攻めなきゃダメなんでね。あ、ちょっと待って、これじゃ大チャンスだろ。よし、壊した。あ、いった。ここはガード。危ねえ。よし、もう一発。もう一発。もらった。あー、ちょっと甘かったかな。よし、とりあえずね。攻撃武装がなかったからとっさにね、一斉射撃の方に切り替えたけどダメージあんまなかったね。とりあえずね、アプサラスも撃破できたし、うん、なかなかいい感じで戦闘が進んだんじゃないでしょうかね。あ、よかったよかった。いや、やっぱりね、壊しやすいですね。ブーストね、キャンペーン中の機体だけあって、あんなにダメージ取ると思わなかったな。200何十も取ったよね。いや、なかなか良かった。あれ撃破したことでね、みんなの攻撃力がアップして、あっという間に敵をみんな撃破していきましたね。うん、いい勝負でした。はい、あれ逆だったらね、逆に撃破されてたら多分反対の結果になった可能性もあるんでね。うん、一発逆転を狙う意味でもあれはありです、本当に。皆さんね、ぜひあの EG8 とか大正4機、使って、アプサラズの撃破試してみるのもいかがでしょうか。それではね、皆さん、今日はこのぐらいにしたいと思います。おやすみなさい。